薬雲町。薬雲町は、北海道と東総合振興局にある町。薬雲町は、大島半島の北部にあり、函館市と室蘭市の中間に位置している。町名は、尾張徳川家十七代当主の徳川吉勝が、豊かで平和な理想郷建設を願い、日本最古の和歌である、サ佐オの命、サ佐オのことが読んだ、薬雲立つ出雲八重垣、妻まに八重垣作るその八重垣を、 を引用して名付けたことに由来している。2005年、平成17年10月1日に、旧薬務町と熊井市長が合併した新薬務町となり、日本国内で唯一となる太平洋と日本海に面する町になった。小島半島北部にあって、半島を横断して、東に、内浦湾、噴火湾、西に、日本海に面している。地勢や気象は、東西で大きく異なっており、 東部地区、八雲地域では、河川が線上に支流を広げて、下流域に地や丘陵地を形成している。西部地区、熊石地域は、海抜千メートルを超える山々が連なって、分水嶺から、急峻な斜面と断球が、海岸に迫っており、平坦地が少なく大半が、森林になっている。また、海岸線の大半は、岩礁地帯になっている。川流域や、 海岸線の一部は、日山道立自然公園になっている。気候は、太平洋側と日本海側で異なっており、太平洋側は、オホーツク海高気圧の影響を受けた、冷量性の海洋性気候であり、年平均気温は、摂氏7.9度で、夏季に霧が発生することがある。日本海側は、津島暖流の影響を受けた比較的温暖な地域になっており、 年平均気温は摂氏9.1度となっている。降水量は太平洋側では夏が多くて冬に少なくなるのに対して日本海側では冬が多くて夏に少なくなる傾向が見られる。2015年平成27年に集計された国勢調査の統計によれば以下の集落は調査時点で人口零人の消滅集落となっている。 旧八雲町は、江戸時代にアイヌと交易するために和人が住み始め、1801年、共和元年に、日本国内最北の関所となる、山越内関門を設置した。旧尾張藩の藩主、徳川義勝が、北海道開拓と合わせて、旧審の生計を確保するため、有楽部の土地の家父を願い出て1878年、明治11年に、家族持ち15個、 単身者10名、総人員82名を移住させたことから開拓が始まった。1881年、明治14年に黒岩と共に独立して、八も村となった。その後、国道の開通によって、役場をはじめとした各機関が、山越えない村から八も村移り、1902年、明治35年の北海道二級、町村制施行により、両村が合併して、 八も村となった。旧熊井市長は、鎌倉時代後期の1296年、A24 年に、日蓮の六老僧の一人である日時が、熊井市の地を訪れていることが記録に残っている。1691年、元六4年には、和人地の江戸地教会としてあい、沼から熊井市に番所が移されて、当時の日本国内最北端の地となったが、1741年、 漢方元年の大島大島、正木大島の噴火によって村損壊の木に陥ったが、1744年、影響元年頃から有力者の移住によって新たな村づくりが進められ、西の戦国場所として繁栄した。1873年、明治6年に、熊井市、泊川、藍沼の三村に故町が任命され、1902年、 明治35年の北海道二級町村制によって、熊石村として発足し、1962年、昭和37年に、調整施行して、熊石町となった。独立行政法人特殊法人公益社団法人、警察、消防病院、電力新聞社、研究機関高等学校、中学校、小学校、保育園、幼稚園、 特別支援学校学校教育以外の施設。農業では早くからジャガイモの作付けが行われているほか、北海道を代表する南白ネギの生産地になっている。また、もち米や大根などの野菜、かすみ草やスターチスなどの柿、熊石地域のミニトマトやイチゴの公設栽培、メロンなどを生産している。酪農も早くから西洋農法を積極的に取り入れたため、 北海道落の発祥の地と言われており、現在でも乳牛1万頭、牛乳の生産4万5000トンと同南で随一の規模を誇っている。漁業では太平洋と日本海に面していることから豊富な魚介類が水揚げされている。内浦湾、噴火湾ではホタテ貝を中心とした栽培漁業が行われているほか、日本海側のアワビ養殖は 災難から生害までの一貫体制が確立しており、共に北海道口で有数の養殖業になっている。日本海側の熊石沖では水深343メートルの日本海固有水と呼ばれる海洋深層水を取水している。熊石海洋深層水は低水温で豊富な栄養特性があり、不純物も少なく一般細菌の汚染がない、正常性に入れている特徴があり、 生鮮魚介類の洗浄や、栽培漁業への活用、食品加工への活用などの研究が進められている。漁港は、熊石地域に、熊石漁港、第三種漁港、館内、泊川、藍沼の三港があり、八雲地域に、八雲漁港、第二種漁港、栄浜、落とし部、等の山越え、黒岩の五港がある。工場などの建設用地としては、野田尾に、 野田製工業業団地、地熊熊市市に、熊井市企業誘致用地を造成している。北海道新幹線の札幌方面延伸時には新薬も駅、火傷が開業する予定である。路線バス都市間高速バス、北海道運輸局による一般乗用旅客自動車運送事業、タクシーの自動認可運賃等では、北海道 D 地区の運賃となる。国道5号の一部区間は、 シーニックバイウェイの函館、大沼、噴火アンルート、国道229号は、日本海を追い分け、ソ乱ラ,ラインになっている。高速道路一般国道都道府県道、国指定道指定庁指定、温泉。道南随一の規模を誇る落農では、牛乳、チーズ、アイスクリームなどの乳製品がある。畜産では、肉用牛の生産が盛んであり、 循環型畜産によって育てた北里薬模牛がある。稲作では薬模地域でもち米の風の小餅、熊石地域ではうるち米を生産しており、畑作では北海道を代表するネギの生産地になっている。かつてはジャガイモを原料としたデンプンの製造が盛んであり、1931年昭和6年に坂木原康重がデンプン飴に ビート糖やバターを配合したバター飴を開発して、販売を始めたため、バター飴発祥の地になっている。また、ヤクモは、キボリグマ発祥の地でもあり、徳川義地下が旅行でスイスを訪れた際に、土産品として販売していたキボリグマを、ヤクモの農民の副業に奨励使用を買い求めて、帰国し、1924年、大正13年に第1号を制作した。 木彫りの熊には細かく毛を彫る。毛彫りと面で熊を表現する綿彫りがあり、肩の盛り上がりから放射状に毛が流れる菊形模は蜘さんの特徴であり、綿彫りはヤクモオリジナルの彫り方である。名誉町民出身人物ゆかりのある人物、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。